レオン五世、アルメニオスは、東ローマ帝国の皇帝。あだ名の、アルメニオスは、アルメニア人という意味で、その名の通り、アルメニア系である。パトリキオスの爵位を持っていた、バルダスなる人物の息子。青年時には、ミカエルラと共に、小アジア半島のテマの長官を務めていたバルダネス、トゥルコスの幕僚であった。彼は803年に、バルダネスが、 ニケフォロス一世に反乱を起こした時に彼を裏切ってニケフォロス一世に味方した。しかしニケフォロス一世は後にレオーンを解任している。その後ミカエル一世ランガベによって呼び戻されデマアナトリコンの長官となった。そして813年にミカエル一世がブルガリアのハーアムクルムと戦って敗れた後彼から上位されて即位した。この頃 クルムの軍は首都コンスタンティノポリスにまで迫りつつあった。だがクルムにはコンスタンティノポリスの城壁を越えることができなかった。そして814年にクルムが休止すると後を継いだオムルタグと30年間の和訳を結んだ。国内では815年にイコノクラスムを復活させ反対するコンスタンティノポリス総主教のニケフォーロスを解任した。しかし彼の政策は 根強い反対運動に遭遇する。レオン・ゴシは旧友のミカエルを取り立てていたが、次第に対立していくようになった。820年に彼はミカエルを捕らえ、処刑することにした。しかし、火の手落とし屋がクリスマスを理由として、処刑に反対した。このために処刑は1日延期され、ミカエルの支持者に大きなチャンスを与えることとなる。 レオン5世は翌朝のミサの最中にミカエルの支持者たちに暗殺された。彼の遺体は布切れに入れられ、コンスタンティノポリス近郊のプロテ島に運ばれて埋葬された。また、共同皇帝のコンスタンティノスをはじめとする彼の息子たちは修道士とされた。ミカエルがミカエル2世として皇帝位についた。ありがとうございます。